こんにちは、パスタマニアです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は世界的な観光地アマルフィ海岸で年中取れるレモンとアンチョビを使った料理をアレンジしてみました。バター風味がまた激うまです。解説ちょっと長めですが、たっぷりお楽しみください。ではどうぞ。こんにちは、パスタマニア涼二です。今日はレモンのパスタです。ウィズほうれん草。あとアンチョビね。ブルスケッタを作る用のニンニクとハーブのミックスです。乾燥ニンニクね。そしてこれ入れちゃうんです。でここにレモンですね。皮が使えるんですよ。この皮をこれで削って混ぜるとうまいね。2皿分でだいたいこんなもんかな。これ入れちゃう。バター入れました。これね、でここに今度アンチョビ入れます。まあ2ミリぐらいですね。はい、次パスタ入れます。あ、これ海の塩ね。だいたいこのぐらいの量、まあ、2リッター弱ぐらいかな。で、このぐらい入れます。結構多いね、うん、パスタに下味をつけるのが大事なんですよ。はい、パスタは今日はねちょっとこう見かけないパスタですけど、まあ、キタルラですね。キタルラっていうのは、まあ、四角い断面のパスタ。四角い断面です。でこいつをこうパッと、あ、ちょっとこう失敗したな。で、まあ、こいつをこう煮てるわけですね。さっきのこれね、もうだいぶいい感じなんですよ。これもすでに味はいいと思うんですけど、ちょっとこう4色ペッパーを振りましょうか。でこいつを粗挽きにしてます。それとここにレモン、結構大量に絞っても OK、うん、まいね。でついでにちょっと種が入っちゃったんで取りますね。ニンニクのカリカリを入れます。
もうちょい。はい。バター少し足しました。ちょっと国産レモンの酸味がきつかったんで、それをこうマイルドにするためにバターを少し足しています、うん、これでちょっと一回味見しますね。うん、良くなってきた。うん、美味しいね。うんうんうん、よし、そしたらこうね、皮をするんですよ。皮、まあ本当はもっといいやつもあるけど、まあこれでとりあえずすれるんで、皮の方が香りがいっぱいあります。ただサンキストとかああいうアメリカ産のやつは防カビ剤をいっぱい使ってますから、それはおすすめしません。茹で汁入れます。まあ3分の2ぐらい。でパスタをもう入れちゃう。でこれ混ぜます。火入れます。弱火にしてね。でこれよく混ぜるわけですよ。ここで水と油が分離してると美味しくない。だからもう最後の1分を徹底的にこう混ぜるわけですね。混ぜ混ぜ混ぜです。もう火止めましょう。よし、まあいい感じだね。まあこういう感じにこの油の感じとかとろみ加減とかね、こういう感じです。それでこうほら白濁してるじゃないですか。これがいい感じの乳化なんですよ。では盛り付けます。最近これが流行ってる、お玉でぐるぐるっと行くんですよ。お玉で。で、これをこのまんまこうやって持ってきて、持っちゃうんですね。もう一回行きましょうか。トングだとね、ちょっとやりづらいんだけど、まあ、こういう。そう。でここにさらにまじゃあ、はい、では今作ったレモンとほうれん草のアンチョビかのパスタを食べてみたいと思います。パスタは四角い断面のキタッラですね。キタッラです。断面四角いんだけど茹でると丸くなるんですよ。ただその角のところがちょっと歯ごたえがある感じでね、それがそのキタッラっていうパスタの特徴になります。ではいただきます。うん、うん、うん、ああバターが効いてね、めちゃくちゃうまいです。このあんまりバターは
ベレルー使わないんですけど、まあ、しかもそのレモンとアンチョビのパスタっていうのはもともとアマルフィとかね、ナポリとかから南のレモンがたくさんなってるところ地帯があるんですよ。そこでまあよく作られてるんだよね。で現地 の, あのレモンパスタはね、生ニンニクとオリーブオイルとレモンだけみたいな、そういうすごいシンプルパスタでした。まあ、それはそれですごい美味しいです。でこれはまあ今日はちょっとバターとか使ってね、あの料理風にこうしましたけどもね、このバターのコクが、まあ、アンチョビとまあよく合いますね。あのね、なんかすごいうまいですよこれ。あんだけ簡単な作り方なんだけどね、味はもう抜群です。ちなみにバターは無塩バターなんで、これはあのキノコね、例えばエリンギとか椎茸とかそういったものを入れても美味しいと思います。あのバターにもともと相性がいいし、あとこの四角い断面のキタダがねいいんだよね。これやっぱいいね。キタダはバターによく合います。キタダはもともとあのアブルッツ州とかバジリカータとかそのすごい南の方、シチリアのちょっと上ぐらいのね、すごい南の方で作られてる、まあ、元々ギターっていう名前のパスタなんですね。ギターのことイタリア語でキターラって言います。なんでかというと、あのギターの弦みたいなこう機械があるんですよ。細いこう針金がこうやって立ってるのね。そこにこう小麦粉を練り上げたやつを押し付けてカットしたんですよ。まあ、それがそのこのキターラの作り方なわけで、まあ、今これはもう工場で作られてるからそうじゃないけど、元々のキターラっていうのはそういう風に作られるパスタ。まあ、これすごい独特なパスタです。大変美味しくいただいてます。はい、というわけで今日は、レモン、生レモンねの皮をたっぷり使ってレモンとアンチョビとほうれん草のバター入りパスタです。バターで味をこうまとめたパスタですね、をお届けしました。まあ、もしこれ気に入ってくれたらね、作っていただいてください。それからあのこのチャンネル、まあ、週に 1,2 回上げてますので、チャンネル登録と、よかったら高評価もお願いします。じゃあ今日はここら辺で、チャオ、ボンダノッテ、チャオ。